楽ウマクッキング。今日は時間がなくても大丈夫、アイデアがあればでおなじみ、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、忙しい主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週は夏のトラブル解消、はい、美容に嬉しいメニューというテーマでお送りします。今日はこちらを作ります。鶏手羽とじゃがいもの甘辛カレー煮、はい、本当に美味しそうなタイトルですが、ですね、美容に嬉しいのはどういったところですか？あのね、鶏手羽コラーゲンだ、ね、コラーゲンだ。で、じゃがいもとブロッコリーっていうのが、ブロッコリーもちょっと使うんですけども、ビタミン C がたっぷりなんですよね。じゃがいももそうなんですね。そうなんです。ちょっと意外な感じしますけどね。で、じゃがいものビタミン C は加熱しても崩れない、溶け出さないんですよね、はい、そのまま残ってくれるの で、うん、でコラーゲンとビタミン C でもう最強ですよね。美肌に嬉しいというメニューなんですね。うん、 はい、それでは早速クッキングスタートです。はい、まずね、その、ね、鶏手羽からいきましょうね。はい、鶏手羽なんですけども、これね、切っていきたいと思うんですが、ここね、ちょうど関節のところを入れるとね、割にスワッと切れてくれますので、この辺かな。あ、本当だ、ね、ポイントがあるわけですね。あるんです、うん、はい、この辺かなっていうのがあるのでね、ほら、本当綺麗に切れますね。で、あとね、ここへね、わかりますかね、裏返して、うん、返してこの骨があるんですよね。骨2本ありますよね。うん、そこの骨の間にね、骨と骨の間、うん、これを切り込みをこういうふうに入れておきますね。うん、でこっちも一緒ですよね。ちょっと開くような感じですね。うん、そうですね。うん、はい、でこれがね、今日のね、楽技になります。はい、鶏手羽はこういうふうにこれを切り離してこういうふうに入れておくと食べやすくなりますし、身離れが良くなりますのでね。はい、それとやっぱりうまみも出やすくなりますよね。うん、でこれなんですけども、はい、こっちからこっちの、ね、残った方ね、いいスープが取れますのでね。はい、これはこのまま置いておいて、あとスープに、ね、使っていきたいと思いますね。これはもうお出汁が出るので、うん、スープ用で使ってください。うん、はい、ということでこれは置いておきますね。はい、はい、お願いします。さあ、ね、フライパンの方に行きましょう。はい、フライパンの方なんですけども、サラダ油がね、もうすごい温まってますよね。でこれで鶏手羽の方を焼いていきますね。はい、大さじ2分の1のサラダ油が入っています。はい、まずね、こちら皮の方から焼いていきましょうね。はい、皮目を下にして、はい、はい、これ焼いていくんですけども、ね、はい、後で煮込んでいきますので、うん、ここはね、両面に焦げ目がつく程度ということで焼いてくださいね。美味しい焼き色を。そうですね。はい、これは青山さんにお願いしていいですか。はい、お任せください。はい、お願いします。油飛び散るので気をつけてくださいね。はい、はい、でその間ですね、ブロッコリーの方いきます。このブロッコリーなんですけども、これキッチンペーパーの上にブロッコリーを小房に分けております。ここへですね、塩ちょっと振りますね。はい、そしてこれにね、ラップをかけます。はい、でね、これね、今日のね、楽技も一つなんですけども、こういうふうにブロッコリーなんですけども、こうキッチンペーパーを引いた上で並べといて電子レンジ入れますと、このキッチンペーパーが水分吸ってくれますのでね、はい、水の切れが良くなりますね。なるほど。はい、でこれで600ワットで2分ぐらいですね、かけておきますね。はい、さあ、アムさん大丈夫ですか？いや、いい焼き色を、ね、うん、じゃあお願いしますね。いい感じです。はい、じゃあね、じゃがいもの方いきますね。じゃがいもなんですけれども、これ食べやすい大きさに切っております。でね、水に貸してあるんですけれども、これ本当にサッとでいいです。あんまりね、貸してしまうとね、ビタミン C も抜け出してしまうのでね。で水にさらしたら、これを少しね、拭いていきますね。はい、あとで炒めるのでね。今日じゃがいも何ですか？今日ね、じゃがいもね、メイクイン使ったんですよ。うん、まあ、お好みなんですけども、やっぱりちょっと煮崩れにくいメイクインの方がね、こういう時はいいかと思いますね。はい、じゃがいも水分しっかり取っておきましょう。さあ、アムさん、どんな感じですか？完璧なんですかね、焼き色としては。はい、じゃあね、じゃがいもの方いきましょうかね。はい、じゃあ変わりましょうかね。はい、お願いします。はい、すみません。はい、ここからじゃがいもを入れて、はい、じゃあこれにね、じゃがいもをしません、入れてください。これ入れていいですか？はい、お願いします。で、じゃがいもちょっとね、炒めていきますね。油が回る程度炒めていきます。本当にいい焼き色です ね、 ね、すごい上手についてますね。美味しそうです。いいですよね。うん、いいです、いいです。はい、でじゃがいもなんですけども、これ油を回るっていうか、少し炒めていくんですけどもね。はい、どれ見たらいいか分かりますかね？ちょっとね、周りがね、これ、そうですね、これいいですよ、これ、ね、
これほら透明になってきましたよね。周りが透明、だんだん透明になってきましたよね、はい、炒まったらいいと思います、はい、じゃあここにですねカレー粉の方を入れていただけますか。はい、はい、ここにカレー粉を、はい、全体に振り入れてくださいね。でこのカレー粉を振り入れてちょっと炒めていきますね。小さじ2のカレー粉が入りました。で、ね、これが今日のお混ぜになります。こんな風に、ね、カレー粉っていうのはやっぱり炒めるとね匂いが立ちますのでね、やっぱり美味しくなりますよね。いやもう今いい香りが立ち上がってます ね。はい、こんな風に食欲さそりますね、うん、全体まぶしたら、はい、さあここですねお酒を入れてくださいね。はい、はい、お願いします。ここで、はい、お酒が大さじ1、そして水ですね。お水が 100ml、はい、すぐ煮立ってくれると思います、はい、じゃあここでですね調味料の方入れていきますね、はい、今度はじゃあ味を入れていきますね。はい、お願いします、はい、これ醤油ですね。醤油大さじ 1.5、はい、これはみりんになります。みりんですね、はい、大さじ 1.5、はい、そしてお砂糖は大さじ1/2、はい、そしてこれね顆粒のだしの素ですよね、はい、これ少し入れておきますね。はい、はい、顆粒の和風だし入りました、はい、でこんな風にちょっとねよく溶けるまでね混ぜてくださいね、はい、さあこれで煮込んでいくんですけれども、うん、さあいいですね。これで取り出したのがこれねアルミホイルなんですよ。はい、あらこれは大丈夫ですかね。あらまあ、これがちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫ですか。ちょっと待ってくださいね、はい、なんか他のもの取ってもらえます。はい、お願いします、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃこれね出していきますね。です、出していくんですけども、はい、このまましないでこれちょっとねこういうふうにねくしゃくしゃくしゃとねひだを寄せるというか全体的にねこんなふうにあのくしゃくしゃとこうひだを取るように、はい、くしゃくしゃにして、はい、そこからもう一回広げて、これを広げてこれをかぶせていきます。はい、でこれでこのままで約そうですね中火で10分ぐらいね煮るんですけども、これが今日の楽技になります。こんな風にねアルミホイルをくしゃくしゃにしとくと落とし蓋になるのと同時にこの溝の中へねアクが入ってくれますのでね、あの楽にねあのアク取りしなくても大丈夫です。落とし蓋とアク取りが一瞬できるんですね。そうなんです、はい、でこれね、はい、中火で10分煮込むとこうなります。取ってみますね、はい、アルミホイルの方もちょっと見てみましょうね。こんな風になってます。ここね、こっち側そうですね、アクが取れるんですよね。結構ついてますね、アクが ね、はい、これで大丈夫です、はい、さあこれだいぶもうじゃがいもの方も柔らかくなってます。いい匂いもしてますよね、はい、じゃあこれでねブロッコリーの方に、ね、入れていきましょうかね、はいはい、熱いですので気をつけてくださいね。はい、はい、はい、ブロッコリーも出来上がりました、はい、じゃあこのブロッコリーをここ入れていただけますか。ここに緑が入るんですね。そうなんです、ブロッコリーね初めから入れちゃうとやっぱり緑がねあのちょっとあの悪くなってしまいますのでね、はい、はい、でここで、はいはい、入れましょうね。こうするとやっぱり緑も綺麗ですよね。はい、ブロッコリーが入ったらもうあと強火でいいですね、はい、全体絡めていきますね。汁気を飛ばすように絡めていきます。うわね、みりんも入ってます、照りも出てますから ね、はい、また鶏手羽ってこう使いやすくていいですよね。いいですよね、お財布にも優しいので、ね、お財布に優しいですね、はい、でこんな風に汁気が少なくなって全体に絡んだらもう出来上がりですね。はい、もういいですかね。はい、じゃあ火を止めて盛り付けていきましょうね。はい、はい、よいしょ。これ美肌にも嬉しいですよ。男性も好きですね、これ。そうですね、あの子供さんも多分ねあのカレー味っていうのがね、やっぱり皆さんの食欲そそるところですよね。はい、ね、ブロッコリーもちょっと綺麗ですよね。はい、これで出来上がりました。いいですね。はい、こちらで鶏手羽とじゃがいもの甘辛カレー煮完成です。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。野菜などをレンジで加熱する際、キッチンペーパーを下に引くと水切りも早いです。鶏の手羽先は先端部分を切り落としておくと骨離れが良くなり食べやすく、また旨味が出やすくなります。切り落とした先端部分はコトコト煮込むといいスープになります。カレー粉は炒めることでさらに香りが立ち、美味しさ倍増です。くしゃくしゃっとさせたアルミホイルをかぶせて煮込めば、落とし蓋とアク取りの一石二鳥です。
ぜひ作ってみてください。さあそれではじゃがいも大好き先生さん、はい、どうぞお召し上がりください。食べる前から絶対好きですこれは。はい、しかも美肌ですよ。いただきます、はい、ねえ、あ、手羽いきます。はい、どうぞ。うん、これね、身離れがいいですから箸でも大丈夫。そうですね、うん、切れ目入れてますのでね。プルンプルン、味付け最高です。あ、よくない。はい、じゃがいもが美味しいんですよ ね、 ね、このレシピね。じゃがいもが美味しいですよね。わー、美味しい。美味しいです。よかったです。はい、袋で負けちゃいます。今日で、あの、スープちょっとつけたんですけども、先ほど切り落とした、はい、ね、あの、先端ありますよね、はい、うん、そうなん、先端の6本でね、そうね、1カップもう少し水入れてもいいですか、少しお酒足してね、コトコトとね、はい、あ、10分ぐらい煮込んで、それでちょっと塩で味付けたものです、はい、なのでこのメニューと一緒に作ったらいいですね。そうですね、うん、うわー、すごい旨味が出てます。はい、美味しい。あの、先っぽも無駄にせずこうやってスープにできるということですね。はい、はい、ぜひ皆さんも試してみてください、はい、さあ明日はイタリアンの道浜さんにサーモンとアボカドのクリームスパゲティを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。川添さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。